赤木神社は、東京都新宿区赤木元町にある神社。明治維新までは、赤木大明神や赤木明神社と呼ばれた。岩戸大推命と、愛殿として赤木姫命を祀る。岩戸大推命は、火の神である家具土の神より生まれ、共津出身の親神にあたるという。赤木姫命は一説によると神社を創建した、大御師の即女と伝わり、 別当寺である東各寺の本寺物であった。鎌倉時代の昭安2年、上野国赤木山の麓から牛米に移住した、大後彦太郎重春により、牛米は世田の田島村に創建されたと伝わる。文安元年には、大般若京が奉納された。干渉元年、江戸城を築城した、大田道館により牛米台に移された。その後、工事元年、 王国内省有により、現在地に移される。江戸時代には徳川幕府によって、江戸大社の一つとされ、牛込の鎮守として、信仰を集めた。江戸名所図絵では、赤木明神社として紹介され、王五十大により創建されたこと、牛込の鎮守であり、別当時は、東里まさであることなどが記されている。平成21年から22年にかけて、 赤城神社再生プロジェクトと、命する工事が行われた。老朽化した、社殿全体を建て替え、当神社境内に隣接していた幼稚園は少子化、などの理由により閉園。その跡地を再開発するにあたり、建築コストを神社側で全て賄うのは、難しい状況にあった。そこで、三井不動産レジデンシャルが約70年の、 定期借地権を設定して神社から土地を借り、神社の建て替えとともに、敷地内に分譲マンションを建設、建物内にホールやギャラリーなどの施設を併設するというものである。そして時代や賃貸による収入を神社の運営に充てるとともに、借地権の期限が来たら、マンションを解体し神社の森に戻す予定である。デザイン監修は、地元神ぐ坂に在住し、 同神社のう子でもある建築家の熊健吾が担当。マンションの内外にも神社と調和する衣装が施され、境内の既存樹木についても一部については保存、活用が図られた。これについては三井不動産レジデンシャル側の担当者が熊本人から自ら協力したいという申し出があったと話している。戦術の通り、2011年度グッドデザイン賞を 住宅部門とビジネスソリューション部門の両方で受賞。この改築に伴い、境内の複数本の新木及び大山、岩尾元水の焼酎費が撤去された。ありがとうございます。